おはよう。ちょっと寝坊。なんとか準備して今日この中持ってく。よし、仕事行ってきます。頑張るぞ。今日は雨だって言うから長い傘持ってきた。雨久しぶりで。今降ってないけど、でも久しぶりだったら雨もいいかもって思います。ただいまーん。見て、お友達に最近もらったヤカフ。いいよね。見て、チークがマスクの線から上だけ残ってる。見て、私作曲に燃えてる。今日は頑張るよ。ヘイ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 。今日はお昼カツヤをめっちゃ爆食いしちゃって、なんかすごい勢いついちゃって、今日だって朝ご飯食べたのに、ちゃんと食べたのに、もう9時半にはすぐお腹が空いちゃって。そういう日ってあるよね。だから今日は夕飯はバニラヨーグルトとミカ。どう？あ、お客さんだ。お客様、こんにちは。そう、作曲をね、進めるわ。今回の作曲は、ある、ちょっと花粉で目がシパシパしてるんですけど、新体操選手の競技の曲を作曲してくださいっていうふうに、ありがたいことにご依頼いただいたから、それを今、作っているところで。まあね、歌一本なの。伴奏なし。しかもなんか、聞きなじみのある音楽っていうよりは、すごく抽象的な音楽、なんか、クラシックの現代音楽みたいな。そういうのに挑戦してみてほしいっていうご依頼だったから挑戦してみてるんですよ。なんかもういろんな自分からどんな声が出るかなとかいうのを実験してて、でもね、それをその抽象的な音楽っていうのをもうどんどん人間が考えることから遠ざけていく方が面白くなるのかな。みかんダメだった？お客様ごめん。大丈夫？みかんシパシパしちゃった？シパついた？なんだっけ、そうそう、人間の考えることから遠ざけるのか、それともでもどこかやっぱり大地とか、こうこの星のエネルギーに基づく何かを作った方がいいのか、なんか悩んでて、昨日はまあ割とその自分が感じることとかと遠いところに持って行ってみようかなと思ったんだけど、やっぱり私は感情っていうほど具体的なものじゃなくて、この星に、やっぱりこの宇宙に何か基づくエネルギーみたいな、すごく抽象的なっていうか、すごいピュアな、もう本当に精神そのものが発してるエネルギーみたいな、精神そのものの叫びみたいな方針の方が楽しくできそうだなと思ってね。それでもちょっとね、面白いもの作りたいんだよなっていうことで、ちょっとさっきそういう方針で考えたらって思ったことがあったんで、これからそれをつなげて、今日はもう8時歌えないから作戦を練る。みかん食べよ。今日はお仕事行ったけど、花粉と久しぶりの嵐、雨だったから、なんか頭がぼーっとしちゃって、あんまり優秀じゃなかった。私今日はなんかね、そういうお仕事一つとってもさ、気の利いた人になりたいんだよね。なりたいと思いつつ半ばちょっと諦めてるっていうか、そうなるのが目標じゃなくて、もっと自分にできることをやっていこうって今思ってるんだけど、今日なんか調べたいことがあったんだよね。卸売業って実際何してんのかなって今日思ったんですよ。卸売業とは、生産者と小売店の間に入る流通を最適化することを、読めない、制御することをする業種です。私お芝居の勉強をした時に、いろんなね、世界の人を演じたいってなった時に、世界のシステムを知らなさすぎてめっちゃ苦労してるんですよ。これ気になったことをちょっと調べたかった。でもこうやって動画の前で一緒に勉強するのは楽しい。卸売業について知りたい人がどれだけいるかわからないけど、みんな知ってるよね。だから商品を作っているところから、最終的に利用する方に商品を売るところまでを、買って売ってするところっていうところやね。勉強になりました。1日の動画長くね？大変だよ。猫のゲロまみれになったコード今私は、また猫のゲロが。動画を撮ることについては、どうやったら楽しくなるかとか、どうやったらうまくなんかね、いいかなって昨日初日で今日考えてたけど、やっぱり
私はお話しやしたい、誰かに話しかけたいんだなと思ったからお話しすることにします。なんか自分の独り言じゃ寂しいっていうか、だから誰かに話そうと思って。だめだ、足りない。今晩のお客様はこの方。メータくんです。メータのゲボじゃないのこれ。どんな運動しようかな、気分でそのやりたいことやるんだけど、やっぱり気になるのはお尻と、まあ基本的な体幹かな。ふくらはぎもちょっと甘いっていうか、私いろいろ今日も脳内でいろんなこと考えたよね。メータ今朝はすごく不安な気持ちで、なんか動画のこと背負いすぎてんだよね。それでどうしようと思ったんだけど、そこでなんか落ち着かない自分のために音楽を聴きました。私の大切なお友達の曲、大石春子ちゃんっていうこの曲を聴いたらね、もうスーッとこう自分が帰っていく感覚、すごい幸せだった。でもやっぱりそういう自分がちょっと助けてほしいみたいな状態の時って音楽染みるんだなってめちゃくちゃ思った。今日ね、Apple Music で私はやってるんだけど、聞いてるんだけど、そのステーション、なんかみちるさんのステーションみたいな。ステーションって何？ステーションかけたの？よくわかんないけど、ステーションかけたら、またなんか本当優しい曲がボン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 勝手に、聞いたことある曲も聞いたことない曲も私の好きなっていうか、今日聴くにふさわしい優しい曲がたくさん流れてきて、びっくりしたんだよね。今日朝で朝ものすごい音楽が久しぶりにこう染み渡っていった。なんか自分に足りてない、自分の心が乾いたところにじわっと入っていってね、すごい気持ちが良くて、それで自分のね曲を作る意欲もまた湧いてきたわけ。私作りたい曲のなんか構想イメージばっかりが今溜まってって全部形にできてないから、それはいけないな。なんだけど今日その構想の中の一つ、臆病な自分をえいってこう一歩勇気出させるような曲を作りたくて、それに今日はとっても気持ちがね乗ったから、少し歌詞なども降りてきたりっていうかメモったりしてね。だからいい日、今日朝から良かった。でも職場に着いたら眠くて運動すんだよね。よし、ストレッチするぞ。今日も音楽、あ、はるこちゃんの音楽かけちゃう？実は昨日もかけてたんだよね。なんか話したいことたくさんある、思ったこと、人に聞いてほしいことはたくさんあるね。でも今日は久しぶりにそういう不安な気持ちっていうか、こう明るく突っ走れないなって本当に思った。去年の後半戦はすごく私すごく気分が良くて元気で、喋りも止まんないし踊りも止まんないしみたいな、なんか明るい、みんなに私は元気を与えられるみたいな思ったんだよね。私はそういう人間になったんだってその時思い込んでたんだけど、こうやって悩む時ももちろんある。なんかそのちょっとずつその自分のすごく範囲に保ててるっていうか、ずっと楽しい状態でいられなくなってきたなっていうのは最近感じてたけど、今日は認めざるを得なかった。でもそれは悪いことじゃなくて、その音楽もとっても染みたし、こうやってなんかこう新しいことするにもやっぱやんなきゃよかったって思うことはあんまないのかなって私は思うんだけど、大丈夫、生きてれば大丈夫だよね。あー痛い、昨日の筋肉痛が本当にすごい、痛い、あー何か分かんないけど明日が来るのが楽しみ。なんでだろう、明日起きるのが楽しみ。あー、どこ切り取ればいいんだろう。今日あいたてたたい髪切りたい、鳩のポーズ、気持ちいい。やるか、筋肉痛で本当に何しようかな、これ動画撮るの嫌だ
フルコちゃんに応援してもらって。喋りすぎた。おやすみ。明日楽しみ。何がだろう。何もないんだけど。